26年8月17日体は中国の政治家、東商兵引退後の中国の最高指導者で中国共産党総書記、中国共産党中央軍事委員会主席、国家主席、国家中央軍事委員会主席を務めた。チャンス省揚州市に生まれる、江沢民の実父は日本軍占領下のチャンス省で日本の特務機関、 ジェスフィールド76号に協力をしていたとされるが、中国当局ではこれを否定する。おじのは中国共産党の幹部であったが、着難を得ないまま1939年に日中戦争時に地元貴族に殺害された。江沢民は公式にはこの公予公の用紙ということになっているが、本家の次男である江沢民が祖父から見て第六子に当たる。 保持公養公ののとなるのは、中国の家族観光では異例であり、官カ官ンカンの息子という羊を隠すためと考えられている。1943年に、揚州中学卒業後、欧朝明政権下の南京中央大学に入学する。日中戦争終結後の1945年10月に、南京中央大学が、上海交通大学と合併したため、江沢民は、 上海交通大学に転籍し、1947年に卒業した。江沢民の経歴を語るとき、南京中央大学に在籍していたことについて触れられることは少ない。1946年4月、中国共産党に入党。この時の江は、大学の投資部書記など、指導的立場ではなく、一党員に過ぎなかった。上海交通大学卒業後、 上海市で駅民食品第一工場や、上海市石鹸工場のエンジニアとして働く。中華人民共和国建国後の1953年、第一機械工業部上海第二、設計分局電力専業課長となる。翌年、長春第一汽車製造省、自動車製造工場に移る。後に、江沢民政権下の国務院常務副総理、第一副首相となる。 リラン生徒は、長春第一記者製造省時代の同僚である。1955年には、機械技術者として、モスクワのスターリン自動車工場で研修を受ける。帰国後、長春第一記者製造省動力所、副所長、副総動力士、動力文書省長を歴任。1962年、上海に戻り、第一機械工業部上海電気科学研究所副所長となる。 1966年、第一機械工業部が武漢市に新設した武漢熱工機械研究所の所長検討委員会初期代理に任命される。同年に発動された文化大革命では実験派として攻撃されたものの革命烈士の指定とされたため被害は少なかった。1970年、北京に移り、第一機械工業部外事局副局長に 任命される。翌1971年、ルーマニアのチャウシェスク政権との友好関係推進のため、同国での機械工場建設プロジェクトに対して、中国から未ンが派遣されることになり、公はその団長として1年間同国に滞在する。帰国後、第一機械工業部外事局長に就任。1980年8月、国家輸出入管理委員会副主任。 次官県秘書長となり、翌月には国家外国投資管理委員会副主任県秘書長も兼務して貿易外国投資に関する業務を担当した。1982年5月新設された電子工業部の第一副部長副大臣級に任命される。同年9月第12回党大会において中央委員に選出。翌1983年6月 電子工業部部長、大臣に就任する。1985年、上海市の実力者で、かつて、江沢民を第一機械工業部に引き上げた、王道館の推挙により、上海市長に転出。1987年11月、第13期党中央委員会第1回全体会議、第13期一中全会において、王政治局委員兼上海市党委員会初期に、 昇進する。翌月に、上海で発生した学生の民主化要求運動に、対しては、学生と直接対話し説得した。1989年4月、雇用法、1987年、保守派により、闘争初期を、解任が死去したことを契機に民主化運動が、高まっていった。しかし、最高指導者の当昇平は民主化運動を、動乱と規定。 共産党の機関紙である人民日報は4月26日付社説、岸鮮明に動乱に反対せようを発表した。当時の江拓民は、上司予想初期ら民主派と、理法国務院総理、首相ら保守派との中間的存在であったが、郝はこの社説に、いち早く対応し、雇用法追悼の座談会を報じた、世界経済同胞を、定刊処分とした。 この絵の行動が、陳運や李千年といった、保守派長老の目に留まり、民主化運動に理解を示していた、長子陽の公認候補として、甲を押す声が高まっていった。6月4日、第二次天安門事件が発生。その直後の6月23日から24日に、かけて開催された第13期4中全会に、おい、全職務を解任されて失脚した、長子陽に代わり、江沢民は、 当昇平によって、党総書記、中央政治局常務委員に抜擢された。さらに、同年11月の第13期後中前会において、当昇平から党中央軍事委員会主席の地位を継承し、翌1990年4月の第7期前人代第3回会議において、国家中央軍事委員会主席に就任する。中華人民共和国は、 中国共産党を中心とするヘゲモニー、政党制であり、失政党、指導政党である中国共産党が国家機構を、領土、上下関係を前提とした指導し、その権力は党の軍隊である中国人民解放軍に担保されている。そのため、江沢民以前は国家主席や総書記ですら就任する人物によっては、 ソビエト連邦の最高会議幹部会議長のように、半ば名誉職と化けていた一方で、当中央軍事委員会主席の鄧昌平が最高実力者であるなど、地位と実験が必ずしも一致しなかった。しかし、江沢民が1993年3月に国家主席に就任して、以来、最高指導者が総書記、国家主席、当中央軍事委員会主席を兼任して、 権力を一元化するようになっている。総書記就任後は、鄧小平の後継者として、改革開放政策を概ね継承し、共産党の独裁体制を維持しつつ、経済発展を推進した。1992年10月の第14回党大会で自らを中心とする、指導体制を確立し、最高指導者としての地位を確実なものとした、江沢民は、党大会において、 社会主義市場経済の導入を決定、事実上自由主義経済に舵を切った。2001年11月には中国の世界貿易機関への加盟を実現し、外資の導入と世界経済のグローバリゼーション化の動きに適応した輸出の強化を図る一種の開発独裁で世界の工場とまで呼ばれる世界大の製造、貿易大国へと中国を変貌させる基礎を築く。その結果、 総書記就任直後の1990年の中華、人民共和国の GDP、国内総生産が3888億ドルだったのに、対し2000年の GDP が1兆71億ドルになるなど、1990年から2004年にかけて、平均約10%近くの世界最高の経済成長率を記録して、中国の高度経済成長は進展し、 中国を実質的に資本主義国家させていった国家資本主義。共産党の執行部は自らと同じエンジニア出身者を中心とし、中央指導部から地方の省庁、市長までエンジニア出身者が多く占める脱、レオロギー的なテクノクラシー体制を確立した。また、1997年7月には香港、1999年12月には、 マカオの中国への返還も実現させ、列強の植民地化によって、長らく分裂してきた大陸を事実上初めて通した。現代中国史の研究者である天子氏は、江沢民を大国化する中国の建設に貢献したと評する。江沢民の任期から、中華人民共和国は、大国意識をむき出しにした外交政策が目立つようになり、台湾の離島基礎等は、 当初国家統一委員会と海峡交流基金会の設置や対中直接投資の解禁を打ち出すな、対中恩恵路線を掲げて、郝拓民も腹心の素傾向や大道官らを通じて接触するも、1995年に一つの中国原則で妥協しない郝拓民側の提案、江発展に対して李登輝側が、 武力行使放棄などを訴えたことに六条、李六点で決裂し、1996年の1996年、中華民国総統選挙で台湾の民主化を警戒して、台湾海峡にミサイルを撃ち込んで、アメリカ軍の緊急展開を招くなど、文行深く、李党規を批判し、武力をもって威嚇する路線で情勢を緊迫させた。その一方で、台湾が、 皇帝級フリーゲートを購入しようとした際は、フランス軍需産業と当時の台湾の国民党政権から不正な献金を受けて黙認したと後の大の陳、水平総統はその汚職体質を指摘している。なお、陳自身も、皇の息子である江渡久と、その共同事業者である台湾の大富豪、王英系の長男、王文博から資金援助されていたと元立法委員のは主張している。 他にも同年に CTBT 採択直前に駆け込みでジャック・シラク大統領のフランスと共に核実験を強行し世界中から避難された。1999年の国慶節では15年ぶりに軍事パレードを挙行し軍事力を誇示した。また、河が推進した経済発展は国民の貧富の格差や都市と地方農村の地域格差といった格差社会。 汚職の蔓延、そして環境破壊による公害などの負の遺産も残した。このような中で、河は2002年11月、自身の任期で最後となる第16回党大会を主催し、自ら提唱した3つの代表理論、中国共産党は、先進的生産力、先進的文化、最も広範な人民の利益を代表すを、党の指導思想として、 党規役に追加した。三つの代表理論を掲げて、市営企業主へも門戸を開いた中国共産党は、この党大会より階級政党から国民政党への転換を始めた。しかし、三つの代表理論については保守派から批判が出され、うは、三つの代表理論を党規役化することで自身を、毛沢東党、党兵平と同格に位置づけようとしているとえに、 反発する意見も買った。ともあれ、三つの代表理論を党の指導思想とした、江沢民は、この党大会で総書記、政治局常務委員を退任し、2003年3月、第10期全国人民代表大会第1回会議で、国家主席も退任した。その後、2004年3月の第10期全人代第2回会議において憲法が改正された際に、三つの 代表理論は、マルクスレーニン主義、毛沢東思想、東昌平理論と共に、国家理念として憲法文に追加された。河は総書記在任中、上海市長、党異初期時代の部下を、次々と中央に引き上げ、数様な地位につけて、上海罰を形成し、その総帥として正界に君臨した。総書記退任後も、党中央軍事委員会主席に留任した河は、 党の最高指導部である政治局常務委員の過半数を自派閥で固め、祖径校らを通じて、後継の古今東指導部に影響力を発揮していた。しかし、2006年に、郊の地盤である上海市の幹部、党医書記の陳良酒井などが汚職で根こそぎ摘発され、上海閥は大打撃を受けた。その結果、郊宅民派の官僚はかなり減少し、古今東が、 権力の掌握を確実なものとしていった。2004年9月に、党中央軍事委員会主席を、2005年3月に、国家軍事委員会主席を退いて一党員となったが、2007年11月の第17回党大会に出席した際にその席次が、闘争初期の古錦濤に次ぐ第2位であるど、依然として、党と国家の指導者として軍されている。 これは1990年代に、東昇平や、陳らが受けた待遇に近い。また、2008年の旧正月には、上海市東一小記都市長を伴って、公式の場に現れ、健在ぶりを誇示した。北京オリンピックの開会式では、古今東夫妻の左隣に並んで出席した。2010年5月1日より、上海万博が開催された。地元での万博開催は、 江沢民にとっても悲願であったが、4月30日に挙行された開会式には、江沢民派の反ただし上海市長が出席し、江の姿はなかった。このことが健康不安説や、上海罰の領収として、長きにわたり、中国政界に君臨していたが、ついに、古今東派、共生団派に完全に権力を握られたなど、様々な憶測を読んだ。同年12月には、 上海で開催された、競撃俳優による歌唱大会を鑑賞したことが報道され、健在ぶりを示したが、2011年4月に急病で入院。一時は意識を失うまで容態は悪化した。7月1日に開催された中国共産党、創建90周年記念祝賀大会には欠席し、再び健康不安説が表沙汰になった。その後まもなく、 香港や日本の一部マスメディアが死亡説を報じたが、実際には自宅療養しており、8月頃から回復。10月9日に人民大会堂で開催された侵害革命100周年記念式典では、歩行に解除が必要ではあったものの出席を果たし、死亡説を払拭した。2015年9月3日の中国人民、抗日戦争。 世界反ファシズム戦争勝利70周年記念式典では、闘争初期である習近平の左隣に、胡今藤と共に並んで、健在ぶりをアピールした。2017年10月18日の中国共産党第19回全国代表大会では、闘争初期である習近平の両脇に、胡今藤と共に並んで、党の団結をアピールした。欧米では、 江沢民は中華人民共和国の経済発展や外交の改善に貢献したとして中国を変えた男と肯定的に評価されている。特にアメリカ合衆国との関係においては緊密な関係を築き大統領であるビル・クリントン、ジョージ・ W ・ブッシュとも複数回にわたって会い一緒にレジャーを過ごしたこともある。ブッシュのおで米中商工会議所議長を務めたプレスコット・ブッシュ・ジュニアと 江沢民は長年の友人であるなど、ブッシュ家とは密接な関係を持ち、江渡久氏は王文博と共に、ブッシュの弟で、親中家でもある途中国で会社を共同経営していた。1997年10月に訪米した際、江沢民とクリントンは、両国関係を初めて戦略的建設的パートナーと表現して、米中協調の枠組み作りを本格化させ、 当時のクリントン政権にはチャイナゲートとバレルからの批判もあった。その後はコソボ紛争などをめぐって米中関係は緊張し、クリントンの公認に中国を戦略的競争相手と位置づけるブッシュが就任した直後に南シナ海で海南東事件が来たこともあって中国とアメリカの亀裂は決定的とする見方もあった。ところが2001年9月11日に アメリカ同時多発テロ事件が発生すると、コウはこの事件を契機にアメリカとの協調関係の再構築に乗り出した。中国は真っ先にアメリカに対して哀悼の意を表するとともに、テロリズムに共同で立ち向かうことを宣言し、翌月に上海で開催された APEC 首脳会議でコウはブッシュが唱えるテロとの戦いを全面に指示した。 アメリカ軍がタリバーン打倒した後のアフガニスタン復興に1億5000万米ドルもの資金を援助し、対テロ戦争を支える国連決議にも賛成して有志連合を支持した。これらの中国の動向を受けて、ブッシュは中国を責任ある利害共有者とし、台湾独立についても支持しないことを明確にするなど、中国とアメリカの接近が深まった。また、 当時のアメリカ合衆国労働長官、イレーン・チャオの父親は、コーと同級生でもあり、ブッシュ政権でアメリカ合衆国財務長官を務めたヘンリー・ポールソンと、コウは親交があった。なお、国家主席による首脳外交というスタイルが確立したのは、コウの代からである。一方で、イラク戦争には反対するなど一極化する米国の単独行動主義は牽制し、 放中して、江沢民と会談するなど中国と友好的だった、ユーゴスラビアのスロボダン・ミロシェビッチ政権を攻撃して、中国大使館への誤爆もコソボ紛争で起こした、NATO に共に反発するロシアのプチン政権とは、中ロ全理に友好協力条約を結び、米軍基地問題を抱える中央、アジアなども引き入れて、上海協力機構を事実上の対抗軸として、上海で組織した。 欧米諸国では人権問題の観点から江沢民の政策を批判する者もいる。江沢民主導部は反政府活動を行う法輪功を弾圧したが、これに対してアルゼンチンやオランダ、スペインなどで江沢民らを人道に対する罪で起訴する動きがあった。アルゼンチンにおいては2009年に逮捕状が出ている。2013年11月19日。 スペインの全国監区裁判所は80年代から90年代にかけて行われたとされるチベット人への集団殺害容疑で江沢ミやリホーラ5人に逮捕状を出したことを発表。中国政府はこれに強く反発した。その後スペインは国内法を改正し、それに伴い訴追は却下された。中越戦争以来初めて訪中したベトナム指導者の グエン・バン・ディンラと会談して国境の非武装化や捕虜交換など国交正常化を進めることで合意した。ベトナムからの中越戦争での謝罪要求についてはベトナムのカンボジア侵攻によるものだとして謝罪はしていない。2002年2月末にベトナムを訪問した際、ベトナム側首脳に対しもう過去のことは忘れようと主張し、中越戦争のことを教科書から削除するよう求めた。 朝鮮戦争以来敵対し、台湾と国交を持っていたアジア最後の国である、大韓民国と1992年8月に国交正常化した。同年9月29日に、当時のロタイ愚大統領は中国を訪問した。ロタイ愚の前任の前都間大統領も日本政府に、対して中国の雇用法に、韓国の国家承認を働きかけるよう要請し、 前都間の前任の僕世紀大統領も日本の財界の後押しで東商平と接触するもいずれも国交樹には成功せず中国が江拓民政権となってから中間は急速に接近した。その後任の金四三大統領も1994年に中国を訪問して江拓民と会談し1995年11月13日には江拓民は 中国の指導者としてはめて、韓国を訪問した。1998年には、近大中大統領は、江沢民と中間協力パートナーシップ構築で合意した。1990年3月に、江沢民は北朝鮮を訪問した際に、近日成国家主席に対して、韓国との通商代表部設置を遅らせることは、難しいと述べ、1991年10月に、 近日成主席は、生涯最後の外遊で訪中して、中間国交正常の見送りを要請するも、江沢民ら中国指導部は、北朝鮮核問題の解決を求めた。1992年7月に、仙基神外交部長は訪朝して、江沢民の中間国交正常化の意向を、近日成主席に伝えた際は、恒例の宴会も開かれ、中朝関係は冷却化した。 2000年に、東商平と拳縁の中だったとされる、金正日が、朝鮮労働党総書記就任後の初外遊で17年ぶりに、訪中した際はその後に行われた初の南北首脳会談を調整したとされ、南北東距離外交を基本とした。また、2001年に、金正日が再び訪中した際はこれに同行した、金正日の長男の金正さんは、江沢民の長男である。 江渡久氏と会談して、中国の大使党と親密になったとされる。天安門事件直後の1989年6月21日、日本政府は第三次炎借官の見合わせを通告し、フランスなどもこれに応じた。7月の先進国首脳会議、ある種サミットでも中国の民主化弾圧を非難し、世界銀行の中国に対する新規融資の延期に同意する。 政治宣言が発表された。ただし、当時の日本の宇野宗介首相は、ある種サミット前に、対中制裁反対派及び慎重派の中曽根康弘、鈴木善光、竹藤元首相と会談し、サミットでは中国を孤立させるべきではないと主張して、宣言に盛り込ませたことで、他の西側諸国と距離感が目立った。江沢民は、 総理退任後の1990年5月7日に、宇野が訪中した際にこのことへの感謝を述べた。遠借官自体は1991年8月に、宇野の公認である海府都市機首相の訪中によって再開されたものの、中国には天安門事件のイメージを国際社会から払拭する必要があった。そのために、江沢民は1992年4月6日に、 田中閣営への見舞いも兼ねて訪日した際に天皇を中国に招待、同年10月に、金城天皇、皇后は中国を訪問することになる。天皇訪中は、日中関係史で歴史的な出来事だったが、1988年から10年間外交部長、外務大臣として、1993年から2003年まで国務院副総理として15年間、 公拓民時代の外交を支えた、千期心は回顧録で、天皇訪中は西側諸国の対中制裁の突破口という側面、曜日もあったと明かしている。公拓民政権は1994年に愛国主義教育実施要項を制定し、抗日戦争勝利50周年にあたる1995年から徹底した反日教育を推進していった。同年9月3日に、 北京で開催された首都各界による抗日戦争記念並びに世界反ファシスト戦争勝利50周年大会で、公は演説し、日中戦争の被害者数を、それまでの軍民死亡2100万、抗日勝利40周の1985年に中国共産党が発表した数値から死傷者数を含めた上で3500万とした。1998年8月には、 日本に対しては、台湾問題をとことん言い続けるとともに、歴史問題を終始強調し、しかも永遠に言い続けなくてはならないと外国に、駐在する特命全権大使など外交当局者集めた会議で指示を出した。江沢民の対日政策によって、中国では反日感情が高まり、同時に日本でも県中意識が強まっていった。 1998年11月、江沢民は中国の国家元首として初めて日本を訪れた。この訪日で、江は日本政府による歴史教育が不十分だから国民の不幸な歴史に対する知識が極めて乏しいと発言して日本の歴史教育を激しく非難した。当時の日本の小渕慶造首相に韓国大統領の金大中が10月に訪日した。 際の日韓共同宣言の痛切な反省と心からのお詫びと同様の記述を日中共同宣言に明記すよう要求し、その必要さから日本国民の反発を買った。訪日中の十一月二十六日に行われた、金所天皇主催のトゥーワケ伝での9中盤参会では、東礼のスピーチについて中華人民、共和国外交部は歴史問題に踏み間ない走行を準備していたが、 晩餐会直前に、江沢民の意向で内容が差し替えられ、晩餐会の席上で、過去の歴史について、遠慮のない日本批判を行った。また、江の回顧録では、この宮中晩餐会で、同席した、三笠宮隆人新郎から、今に至るまでなお深く気が咎めている。中国の人々に謝罪したいとの発言があったとしている。なお、江は、 中国共産党の礼服である中山服、人民服を着用して、旧中盤参会に出席したが、これが比例ではないかとの批判もある。この中山服着用の件について、中国側は、式服か民族服を着用するように外務省から要望があったために、中山服を民族服として選んだとしている。また、この訪日の際に講演を行った早稲田大学からの、 名誉博士号の授与を拒否している。これは、同大学の創立者、大隈重信が、首相時代に、大化21過剰を要求を出したため灯されている。一方で、路人が留学していた仙台市を訪問した際には、路人が学んだ東北大学の教室で、記念撮影をしたり、日中友好を願った直筆の監視を送るなど終始、友好的なムードが保たれた。 この訪日に先立つ1997年10月、江沢民はアメリカ合衆国を訪問。ハワイ・シ珠湾へ立ち寄って、戦艦アリゾナ記念館に喧嘩を行い、ここで日本の中国、当時の中国大陸は中華民国の中国国民党政府の地下であった侵略とシ珠湾攻撃を批判した。これについては歴史問題を通じてのアメリカへの接近。 ひいては日米理官を狙った演説だったとする見方もある。日本の首相による靖国神社参拝には断固反対の立場を取った。江沢民と公認の古今東は靖国神社を毎年参拝した小泉純一郎首相とは極力首脳会談を行わなかった。1949年12月に結婚した大八つぼとの間に二人の子息を設けた。 長男の江渡久氏は中国科学院副院長、2015年1月まで上海科技大学の学長職を務める。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。